に行ってきます。酒蔵に行ってきます。会議がこんなになって酒蔵2つございまして、1つの蔵、こちらの朝日蔵という蔵になりますが、こちらは、久保田の、万寿を中心としたこう大吟醸酒を作っている蔵になります。もう1つの蔵はこの大きな田物の、隣の建物ですね、こちらが将来蔵という、蔵になりまして、こちら一番ボリュームのある商品、久保田の千寿を中心に作っている蔵になります。久保田で使われている500万石という、お米ですが、これの玄米を、これが麹に使われている 50% 半分ぐらい磨いたものですね。それを、原料として先進とか特月とかにしたことないですよね。そういったお酒もあるんですが、こちらはお米を 28% まで磨いて作るものもございまして、28ってこんな粒々ですね。はい、ちなみにお水がですね、この先に行くと坂を登って階段を登っていくと神社があるんですが、朝日神社というところの湧きで、水の方が湧いておりまして、それを飲水して飲んでいます。アトリウムだ、はい、アトリウム。はい、じゃあそれは流れるようになってるだから酒屋さんに記憶がありますよね。緑の玉見たことありますか？ないですか？これは杉の枝使って作るので、最初は緑色の玉をしてるんですね。はい、弊社でも1年に1回新酒が絞るこのタイミングに合わせてこの玉を作り替えて、作り酒屋っていうのの看板的な意味合いもあるんですが、無事新酒が取れたなっていう合図ですね。中入るのがその先ほど1830年創業しましたと申しましたが、その創業した時の屋号が久保田屋という屋号でやってまして、そこから取った、初心に帰ろうということで取った。人の名前じゃないですね。そうなんです。人の名前で言うと平沢になってしまうんです、はい、お米はまず、洗って、つける浸石という作業を行っておりますが、それを室と呼ばれるところに引き込みます。瓶に傷がないか確認して、からですね、出荷して、今携帯の方は QR コードを読み込んでいただくと、かわいい、でもクボタが1割引きキャンペーンじゃあなくさないように毎月お酒を抽選しましょう。朝日山って正直知らなかったんですけど、そうですね、県内でほとんど消費されてるので、9割近く県内ですよね。初めて朝日山って、教会チックだね、向こう教会、ああ、確かに、ちょうどね、向こうがあの東側になるんですけど、東側から早朝になりますと朝日が差し込んで綺麗な色に、朝日山の光、全部ね、この地元とか土地、伝える方がいらっしゃいます言いますが、はい、弊社の先進という酒がありましたけど、それが一番お米磨いているんですが、さて何パーセントだったでしょうか？あー、覚えてる、覚えてる、一番いいやつです。はい、どうぞ。25です。違います。はい、28。はい、おめでとうございます。朝日山織28。ありがとうございます。来ましたー外れたよー、単純に半分だ。じゃあこちらで、あの画面はなんかさ、ああいうの見るとさ、久保田とかってすごい愛おしいね。そう、もうね、思い出が入っちゃう、ね、本当だよね。森内こういう工場好きだもんね。好き、こういう見学とかすごい好き。なんかこのまま歩いてて
ぱりね。そうそう、一番いいやつがいいじゃん。いや、ワインが高いんだよ、ワインって。はい、うん、はい、乾杯、スイジュです。うまい。フルーティー、これ。いや、おつまみだ。今日は旭山のですね、純米大吟醸、こちらですね。はい。夏旭山。すっきりしてますね。すごい、なんでもいいし。こちらがですね。飲みたいね。買ったね。お買い上げ。